皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。では平原、残りのポケモン系も探そうと思います。そして前回からの続きなんですが、ディグダもね探していこうと思うんですが、あの日のやこま、ファイアローはいるんだけど、ややこまいないんだよね。ややこまはあれなのかな、卵を産むしかないのかな。だって日のやこまだよね、ややこまじゃないよね。あれ、ややこまだった、日のやこまでしょ。ちょっと違うもんね。どっかいないんですかね。探したいなと思ったんですが、なんかいないような気がする。やっぱややこまだよね、声が。あれ、あの海側、あとここの湖側やってなかったので、ちょっとやっていこうと思います。水系のポケモンで何か釣れるかもしれないので、とりあえず釣りから行きましょう。かからない、あ、来た、コイキング。こう水タイプ系ポケモン、池っぽいとこには新しいのいないのかな。新ポケはね、結構ね今探しに来てるんですけど、なんかいなさそうな気もしなくもない。鎧島の釣りって何が釣れるんでしょうね。サシカマスとかはね、あのあんな感じで見えてはいるんですけど、釣り場も結構あるんだけど、何ポケがいるのかが全然分かってない。あのコイキング率が高いので、コイキングしかいないのかなとかって今のところは思ってるんだけど、なんか隠しレアキャラいそうな気がするよね。いないかも。川の脇までとりあえず行きますね。おお、ここにあるんだ、瞑想。ハザレコードが落ちてた。サシカマスはねだいぶ数多くいるんですけどね。また当たったんじゃない、ほらね、すごいよねここ。カマス、サシカマスの池かな。コイキングはあれかな、泳いでる感じはないから、下の方にいるから釣りなのかな。謎すぎる。じゃあとりあえずディグダー行きますか。一匹目はここです。てってってって、かわいいね。さあ何匹いるかな。全部で15匹いるみたい。ってことは残り14を探せばいい。ここにもなんかいそうな気がするけど、木の実だけっぽいですね。見た感じ木の実だけっぽい。うわ、かわいい、泳ぎ方かわいい。頭しか出てないけど、ちょこ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 手を動かしながら泳ぐんだね。ほら歩いてるのかな。ここ海行けるんですよね実は。こっち多分エリア変わる、あーやっぱ変わるんだ。戻ってきました。ではディグダ捜索行きましょう。いた、なんかいそうな気がしたんだよね。で、で、で、はい、残り13、頑張ろう。端っこの方を見てるといたりするけど、え、いない？落とし物はあるね、甘い蜜。あ、なんか岩の脇とかにいそうな気がしたけど、ちょっと見当たらないですね。歩いて探してみよう。とりあえずこの辺からやってみようと思います。何？キングラー、潮干狩りできそうな感じだよねここの海岸。でも川とかにはいないんだ。池があるからいるのかな。勝手なイメージなんですけど、キングラーとかじゃなくて川のイメージになってました。あ、いた、
たでーい。残り12。発見。ちょっと近くにいるようになったかな。ディギーン。なんどういうこと。効果音みたいになってる。ディギーン。あと11。多分あっちはもういないよね。あと11。周りから攻めましょう。こういうなんか微妙なところにいそうな気もするけど、あ、いた。発見。ででででで。ででで多いね。残り10。上もなんですよね。この橋の手前まで、平原側だから、この辺りもちょっと怪しいから探します。いなさそう。なんかイメージ的にはディグだって端っこにいる気がするんだけどな。あ、向こう側も？ここもだね。いた！橋脇。でってってって。でてで多いね。でででが多い。木の下とかは？あ、いない？あ、いないかもしれない。あれ？いそうな空気出てるんだけどな。で、階段登るともう変わっちゃうから、今度こっち側、行きましょう。ここの奥にね、あの穴掘りお姉さんがいたことがあるんで、来るようにしてるんですけど、今日はいないみたいです。どっか違うところにいるんだと思います。斜めってるけどこれだ。出たでー。すごい、鼻の中にいて今の絵は可愛かった。残りは？ここにもいますね。ててーん。残り7。数が少ないかも。残り7。このお姉さん何の人だろう。え、誰と出会ったんだろう。ちょっとベロリンガも持ってるからいい、大丈夫だよ。結構見えるよ。ひどいな。もうちょっといいポケかと思ったのに。この辺はもうちょっといない感じがしますね。じゃあ下側にまた行きましょう。ここは怪しいけどいない。さっきこっち側の岩を見てないので、とりあえず見ましょう。ディグだー。三本頭いない？ちょっといない？あ、いない。いなかったですよね、多分。鼻の中とかもいなさそうだね。え、いそうな予感したのに。脇側は？もうここもいない。ちょっと周りからとりあえず見ましょう。鼻の中とかいないんだ。知ら。端っこはこういうわけわかんないところにいないね。あれ？どっかで見たんだけどな。どこで見たんだっけ？ディグだー。え、残り7難しい。お兄さんとこでしょ。え、いない？見逃してる可能性もあるが、あ、ここにいる。デイトナ、デイトナ。残り6。残り6。いたー。てきーん。これで残りが5。少なくなってくると探しにくいんですよね。少なくなってくると分かんなくなるから、ちゃんと見逃さないで見なきゃ。スーパーボール。こっち側とかは、ここのチャルいないの？え、いないの？いない。
あ、なんか引っかかってるね、ミュウツー。あ、いた。木の脇。でっちゃん。で、残りが4。4見つかる？残り4。ここ見、さっき見たよね。え、結構見たんじゃない？そんなことないかな。結構見た気がするんですけど。岩の周りとかはだいぶ見ましたよね。いないよ。じゃあ、あれかな、真ん中とかにいるんかな。草が生えてるとことかに隠れてるのかな。え、探しましょう。残り4。あ、いた。出ました。これで残り3。さっき見逃してたんだ。え、残り3もいるんだけど、どこ？あ、いた。こんなところに。でって、よかった、見つけた。残りが2。また難しいぞ、2は。ちょっと一回回って見逃しないか見よう。見逃してるかもしれないもんね。怪しいんだけどな。 A ボタンをめっちゃ押す。ないね。A ボタンをめっちゃ押してみる。ない、いない。鼻のとことかもいないですよね。ここで一匹見つけたよね。ここで一匹見つけて、これ橋の向こうってどこなんだろう。あ、ここもだ。じゃあこれじゃない？でーん、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 でーん。お、残り1。じゃ、この辺にいるかもしれない。これをもらってこう。ふ？いないよね。橋のこっち側もなのか。え、残り1いないんすけど。残り1。また1見つからないの？妖怪1足りないなの？また。いないよね。ここいないよ。どうしよう、1。広域で探すっきゃね。たまにね、これで見つかったりするんですよね。ちょっとカメラを遠くに設置するっていうやり方で。あ、いた！これだ！なんで気づかなかったんだろう。デイトナ、見つけた。見つかった、よかった。いや、でもかなりちょっと時間がかかってびっくりしましたね。報告に行きましょう。もしかしたら数多くなったかもしれない。ティクダのおじさんのところに行きます。もしかしたら残り何匹になったんでしょうね。お疲れ様です。新たに15匹帰ってきました。今77。うわ、残り74。やっと半分超えたよ。ティクダと同じくアローラで出会ったポケモンなし。アローラなし。首長いやつ来たー。なし。アローラなしです。アローラの姿の、ヤシの実ポケモン。エスパー能力は弱まった。尻尾の頭が微弱なテレパシーで周囲を探る。尻尾に頭あるんですよね。上にも3個頭あるけど、すごっ。ってことは普通に通常ナッシーも持ってこれるようになったんだ。次100になったらか。なんか先が長い感じはしますが、とりあえず丹霊平原
切り札探しまで終わりました。でまだ探してないところとか見つかってないやつもいるので、またね頑張って探していこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!